ルイス・ブードローは、アメリカ合衆国、イリノイ州、ハーベイ出身の元プロ野球選手、監督、ウト右ミギ史上最年少の選手権任監督であり、ブードローシフトを考案したことで有名。イリノイ大学から1938年に、インディアンスに入団し、9月9日、メジャーデビュー。1940年は9本塁打ながら101、打点を記録し、 MVP 投票で5位となる。1941年オフにチームの会長に手紙で監督就任を願い出て、翌1942年史上最年少の県民監督となった。チャンスに抜群の強さを見せる打撃とともに、堅実な遊撃守備でも知られた。1940年から1948年までの9年間でリーグ守備率1位を8回記録した。とりわけ、 ブードローの好守備で最も知られるのは1941年7月17日、対ニューヨークヤンキース戦の8回をもて、ジョー・ディマジオの打った痛烈な二遊間のゴロを横飛びで、掴み、閉殺を完成させたプレーで、このファインプレーによりこの試合無安打に終わったディマジオは、連続試合安打記録を56試合で、途切れさせている。1944年は打率、327で、 首位打者を獲得。1948年は監督としては、ニューヨークヤンキース、ボストンレッドソックスとの激しい密度萌えの末、レッドソックス相手の一試合プレイオフに勝利して、リーグ優勝。さらにボストンブレーブスとのワールドシリーズを4勝2敗で、制してチーム28年ぶりの世界一を達成。打者としても打率。355、18本塁打、106打点の活躍で、 アリーグ MVP を受賞した。1951年に兼任監督としてレッドソックスに移籍。1952年に34歳で現役を引退。1954年のオフに監督からも退いた。1955年から1957年途中にかけてカンザスシティアスレチックス。1960年にはシカゴカブスでも監督を務めた。 監督としての成績は16年間で1162勝1224敗、勝率487、1948年の世界一以外は3位が2回だけだったが、ボブレモンを三流子から投手に転向させ、伝道入りさせるなど多くの選手を育て上げた。監督退任後は、シカゴカブスの専属解説者として、 1987年まで活動したが、その間の1966年から1968年の2シーズン、NBA シカゴベルズのアナウンサーも兼任していた、ブードローのインディアンス在籍時の背番号5、クリーブランドインディアンスの永久欠番に1970年指定、1970年にアメリカ野球殿堂入りを果たし、殿堂入りを記念して、フルスインディアンスは、 在籍時の背番号5を永久欠番に指定した2001年8月10日、イリノイ州の自宅で死去1946年7月14日、レッドソックスとのダブルヘッダー第2試合、テッドウィリアムズの第2打席にて、インディアンス守備陣は、投手と保守を除いた野手7人のほぼ全員が、フィールドの右側に移動するという変則守備シフトを取った。内野は1塁手、2塁手、 そして遊劇種のブードローまでもが、一二塁間により、三塁種は三遊間に一人だけ。外野は全員右により、左翼種が極端に前進するシフトだった。このシフトは後に、ブードローシフトと呼ばれるようになる。ウィリアムズはその前の第一試合で三本塁打を放っており、プルヒッターであった彼をどうにかして、抑え込もうとした、ブードロークシーンの作戦だった。日本でも、対、 王貞さ守備シフトとされるオーシフトの原型は、このブードローシフトとされる、他球団も追随したため、ウィリアムズは一時は三塁戦にセーフティバントを試みたり柄空きの左翼を狙ったりしたが、ファンからブーイングを浴び、すぐに引っ張りの打撃に戻したという、ありがとうございます。